真っ黒な体に鋭いくちばし。時には人間を襲うこともある迷惑な野鳥、カラス。今、ネット上などでカラスによる被害が報告されている町があります。それが埼玉県越谷市。そこで越谷駅前に行ってみると、空にはあ、くる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 。あ、今カラスがいましたね。頭上に1羽のカラス。あっちの方に来ましたね。ちょっと追っかけてみましょうか。どこに飛んでいったのか追いかけていくと、そこにはあそこいっぱいカラスいますね。5匹ぐらいでしょうか。カラスが集まってますね。徐々にカラスの数が増えてきました。さらに進むと、なんかすごいカラスの鳴き声がすごい聞こえてきますね。大きなカラスの鳴き声が聞こえてきます。うわー、すごいすごいすごい。走って近づいてみると、見てください、すごい数のカラスが空を飛んでますね。空を飛び交う無数のカラス。木の上にもおびただしい数のカラスがいます。ここは駅から歩いて20分ほどの住宅街です。わわわ、今一斉に飛び立ちましたね。わわわ、すごいすごい。空を埋め尽くほどカラスがいっぱいいます。この住宅街では数年前からこのような現象が起きているといいます。何をしてるんでしょうか。なぜ郊外の住宅街に大量のカラスがいるのでしょうか。実は都内では生ごみ対策などが徹底されカラスが減少、ピーク時のおよそ3分の1まで減ったそうです。そのカラスが餌を求め都心から離れた郊外に移ってきているといいます。越谷市に現れた大量のカラス、その被害は。近くに住む人に聞くと、あ、鳴き声はすごい、ギャーギャー鳴く、ギャーすごい鳴き声です。カーカーどころじゃなくてね、匂いギャーギャーっとね。迷惑だね。どんなとこが迷惑？みんならっしゃるから、実がなってくるとね、はい、柿でもみかんでも何でもみんな食っちゃう。とにかくあれはいいことは一つもない。カラスは。中でも住民が一番困っているのが、家のところに糞とかがいっぱい落ちちゃって、ちょっとこうもうあそこの上からこうピターって垂れちゃってて、もう掃除できないんでそのままになっちゃう、はい、カラスの糞です。電線の上にずらっと並ぶカラス。その真下を歩いてみると、うわ、電線の下には糞が結構落ちてますね。他の道路でも至る所に白い糞が。糞がすごくて、もう道路とかも糞まみれになっちゃってて匂いがすごいんですよね。ちょっと酸っぱいような。ぼーっと上向いて歩いてたら
メガネの隙間から目の中にペタッと入って、でも公園だったから水道で急いで目を洗って、はい大丈夫でしたけど怖かったです。毎日のように繰り返されるカラスの糞害に住民は悩まされていました。そしてカラスの迷惑行動といえば、ゴミ、そこに生ゴミを出すんですよ朝、うん、そうすると網の穴からこう引っ張り出して全部道路一面に散らかしちゃう。カラスのゴミ漁りです。朝ゴミ集積所で観察していると、あのカラス、ゴミを漁って何か食べてますね。荒らされないようネットで覆われていますが、それでもカラスは生ゴミを漁っていました。しかもこのカラス、自転車が真横を通ってもお構いなし、完全に人に慣れているようです。カラスが漁った跡を見てみると、道路にゴミが散らばっていました。越谷市はこうした状況を受けて、職員がゴミ集積所のパトロールを実施。市民から相談があれば改善策を一緒に検討することにしています。